次は、5時からボクシングなんで、はい、1回家に帰ってちょっと休憩してボクシングに行きたいと思います。このジムに通い出してからどれぐらいなんですか？2年前ぐらいです。そうだね。ボクシングが上手くやりましたね。覚醒しましたね。覚醒したね。毎週どれぐらいボクシングのトレーニングを週に2の時と1の時ぐらいです。どっちかに。サイ選手の普段の練習の姿勢とか印象ってどうですか？はいはい、まあよくやっぱ追い込みますね。やっぱ総合の選手ってボクシングだけじゃないじゃないですか。いろんなトレーニング1時間みっちり見てやるんですけど、はい、どうですか、サイ選手のボクシングスキルっていうのはどうですか？いやー、すごい上がってきてると思いますね。荒っ削りな状態で結果残してきたと思うんで、はい、それがやっぱボクシングの知ることによってもさらに伸びると思いますね。うん、はい。はい、ジャンプです。今日でここでしょ。これで終了。今日はこれで終わりです。はい。ミット持ってもらっていろいろ悪いところ直してもらったりとか、うん、あとは位置取りだったりコンビネーションだったりとか、うん、タイミングとかいろいろ教わってます。全員倒しますよ。お疲れでした。お疲れ。頑張って。はい、頑張ります。風邪ひかないようにね。はい。体調大丈夫です。